鈴木座は愛知県壁南市にあった劇場映画館。1879年に大浜村映劇場の放莱座として開館し、1902年に民間に譲渡されて鈴木座に改称、1963年に閉館した。壁海軍大浜村の臨戦時の前の土地に、1879年に大浜村映劇場の放莱座が開館した。 現在の壁南市域発の劇場である。やがて蓬莱座は経営難となり、156円で鈴木喜三郎に売却された。戦前1934年に再建された鈴木座、鈴木喜三郎は1902年に約300メートル北の大浜村座ザともに新築移転させ、自身の名前から鈴木座に改称した。鈴木座では主に、 何わ武士や経営劇が上演され、何わ武士は鈴木座と言われるほどの評判を得た。鈴木座でも上演されたカサブランカ。主演のハンフリー・ボガートとイングリッド・バーグマン1932年には火災で消失し、1934年に再建されて営業を再開した。地元の頃は、傍教、哀愁、カサブランカなどが上演されたことを振り返っている。 戦後太平洋戦争後に映画の再生期を迎えると、壁南市の他館が放画を上映する中で、鈴木座は洋画の専門館として賑わいを見捨てた。1953年の壁南市には、鈴木座に加えて、旧新川町域に、新森座と新川キネマが、旧棚尾町域に、三映座があった。鈴木座は、壁南市で最も多い679席の座席を、有し。 邦画全般を上映していた。映画再生期の九百六十年の座席数は五百九十六席であり、壁南市の五館の中では最も座席数が多かった。この年の壁南市には、鈴木座に加えて、新森座と浜劇と新川キネマと三栄座があった。鈴木座と新森座は、東映作品を、三栄座と新川キネマは、邦画全般を、浜劇は、邦画。 洋画問わず上映していた。日本の映画館数は1960年をピークに減少に転じている。宝来座としての開館から84年を経た1963年には鈴木座も閉館した。現在は鈴木座の跡地に壁会信用金庫壁南支店が立っている。ありがとうございます。